さんご無沙汰しております。旅園です。今回は GR 成田線の止水域をね、紹介していこうかなと思います。って言われても止水って同学年って思った方、どうぞ、今、ぼやけてますが、一番ね、映っております。これね、酒っていうのは、飲み物の酒ですね。で、もうその次は同じくの意味の、いわゆる、文字があって、今度は井は、井戸の井なんですよね。これ読めないですよね。これ難読域と、ね、なってます、関東地方にある難読域名の駅です。駅番号は JO34 です。ちょっと書いてませんが、そのようでございます。当駅はね、総武線からの直通の快速も止まる駅でございますね。結構主要駅なのかなと思います。住所はね、成田県、失礼しました。成田県は存在しません。千葉県印西郡の、止水町の止水にある駅でございます。当駅は東日本旅客鉄道ね、成田線の駅です。成田線の本線の方の駅ですね。まあ、とりあえず、この止水駅の近くにね、別の会社の路線がありまして、京成電鉄ですね。千葉県を代表する大手私鉄でございますが、その京成電鉄の止水駅も、まあまあ近い距離にあります。京成の方は、ね、特急以下止まる、結構、まあそこそこの種別が止まるところでして、まあ一部通過、快速特急が通過する駅でございますが、まあその京成線の止水駅も、京成止水っていう駅も近くにあったりします。まあそれについては後々で言うと思います。まあ当駅開業は1897年で、当時の成田鉄道がね、開業させました。まあ、その後23年後の1920年、大正9年には成田鉄道が買収され、鉄道省の駅となります。1961年には貨物の取り扱いが廃止、1970年には荷物取り扱いも廃止、1970年10月には無人化され、跨線橋が設置されました。1987年には国鉄分割民営化によって、東日本旅客鉄道 JR 東日本の駅となります。それと同時に、失礼しました。1987年に、ね、現在の京城駅舎化され、同時に有人駅となる緑の窓口も設置。これ一度無人駅だったのが有人になったという珍しいパターンですね。で、1995年には、自動改札駅も設置されました。2001年より、IC カード、スイカが利用開始。それと、その年と同年にはね、快速電車がね、停車する、全列車が停車する駅となりました。2007年には業務駅、委託化され、2022年には緑の窓口が、営業終了ということです。駅構造はね、2面2線の相対式ホームです。1番線下り、成田空港、銚子方面ですね。こちら成田方面です。2番線が上り、さくら、千葉、東京方面でございます。利用状況はね、乗車人員は3466人で、多分前回になるのかな、物駅とほぼ変わらない乗車人員ですね。全盛期なんですが、正直ほぼ変わらなくて、2019年に3689人なんで、ほぼほぼ同じぐらいなんで、実際のところそんなにね、減少したという駅ではないです。増えてもいない。でもまあ大きく見て、1990年の時点には2304人でございましたから、それに比べれば増えている感じです。駅周辺には止水の跳躍場、あと止水プレミアムアウトレットがあります。まあ、止水プレミアムアウトレットが多分この辺のね、止水の街の一番の見どころかなと思います。あとまあ止水町のね、跳躍プディミエール止水、あと止水町立止水中学校や止水町立、大室台小学校、止水校幼稚園とかね、止水郵便局、東止水郵便局、あとは他にも銀行系とかです。で、止水プレミアムアウトレットですが、徒歩約40分ですが、バスもありますので、バスの方もご利用した方が便利かなと思います。あと、止水総合公園もあります。ではね、バス路線について話します。
あとついでちょっと近くに多分あと京成線の止水があります。京成線の止水はね多分徒歩何分だろう、15分かな、15分以内には着くと思われます。実際に私歩いたことないんで、ね、10分から15分ぐらいですかね。割とそこそんなに遠くない感じですね。あと他にもね、周辺は道路の交通の要所でございまして、国道51号線、国道296号線、千葉県道77号線、富里止水線、千葉県道137号線、総合止水線、あと東関東自動車道も止水インターチェンジもあるほど、結構交通の要所だったりもします。結構道路の交通も多いです。まあ、結構止水ってそういう感じなことですね。ではね、次バス路線ですね。バス路線ですが、西口からは千葉グリーンバスが出ております。まあ、GR 止水という、バス停ですが、ここは止水プレミアムアウトレット行き、止水温泉、京成止水駅、学園台、あと深夜急行バスの成田空港駅、これは金曜日のみの運行です。あと尾行でございますが、止水駅入口停留所ではね、早朝便の特急バス、東京駅八重洲口前行きの千葉交通のバスが出てたり、あと平和交通によります銀座駅や銀座東京駅八重洲口からの、ね、JR 成田駅行きのね、深夜急行バスがね、到着するところでもあります。ここは降車なのということですね。この、深夜急行バスですが、火曜から土曜日のみでして、火曜から土曜日なのかな、ちょっとね、結構複雑なので、まあ、その辺はお調べです。すいません。なんか甘い、良くないですけどね。まあ、そんな感じですよね。あと、止水温泉というのはね、ゆらの里というところのね、が止水温泉でございまして、ちょっとスーパー銭湯ですね。天然温泉のスーパー銭湯というところです。まあ、これ由良の里っていうあれかな、東京の不動産会社がやってるスーパー銭湯のチェーン店ですね。まあ普通にそういう感じですね。ではね、隣駅のねご案内とします。この当駅成田線のこの止水駅でございますが、快速普通も停車駅は同じです。千葉方面に桜駅、成田方面に成田駅がございます。桜が JO33 止水が JO34、成田駅が JO35 でございます。まあそんな感じですね。ついでにあと当駅、まあ、成田線は桜を起点としておりまして、桜からは 6.4、 快速列車の方ですと東京駅から 61.7 キロということでございます。ついでに間違いますが業務学駅です。まあそんな感じかなと思います。で、快速列車なんですが、成田方面は成田を出ますと空港2ビル、成田空港と順に止まります。反対は、止水を出ますと桜、物井、四街道、千葉、稲毛、津田沼、船橋、市川、新小岩、錦糸町、馬喰町、新日本橋、東京、新橋、品川、西大井、武蔵小杉、新川崎、横浜、保土ヶ谷、東戸塚、戸塚、大船、北鎌倉、鎌倉、逗子、東逗子、田浦の順にね、止まっていきます。ちょっとね、これ以上言うとね、問題だと思うので、ね。まあ、今回はここまでとします。少々長い動画でございましたが、ご視聴いただきありがとうございました。またの次回でお待ちしております。あと、チャンネル登録ね、まだお済みでない方は、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。あと、もう一つなんですが、最後に、止水駅と、ちょっと成田の駅の到着手前までの映像がありますので、ね、どうぞ、そちらもご覧ください。では、最後に、成田駅前の風景を、どうぞ、ごゆっくりご覧ください。まもなく始まります。